まずまあ、僕は仮名を書いているんですが、その仮名というのはその古典、出来上がったのが日本で言えば平安時代の末に出来上がったものです。で、表現するというのは基本的に技術だと思いますと、それなので平安時代のさまざまなものを真似する技術をまず身につけます。それで制作にあたっていつも考えることは、この紙の中に黒をどれくらい存在させればいいかと、紙の大きさに対してどれくらいの大きさの文字が一番美しく見えるものであろうかということをいつも考えて制作の予定に臨むようにしております。さらに言うならば、筆の今皆さんたちもご覧いただいたと思いますけども、筆の速さ速度が、時々変わります。速く書いたり遅く書いたり、こういうような速度の変化がうまくいった時に、躍動感に満ちた作品が出来上がるということでございます。墨の使い方で最初で墨をつけて徐々に減っていきます。で、墨の少ないところは遠いところの景色で、改めて墨をつけて近くの景色を表しました。いわゆるビルが自由に動き回ってるその姿がいわゆる書にすれば理想的な姿と言われるんですね。自由自在に筆が動き回る、この動いた線が、竜、ドラゴンということです。そういう言葉を選んで、ここに書きました。